百貨店。百貨店は単一の企業が複数の分野の専門店を統一的に運営し、それら専門店を面積が広い大規模な店舗に集約し、多種類の商品を展示陳列して販売する小売店のことである。名称は百、数多いか商品を取り扱うことに由来する。また、英語における類義語を起源とするデパートメントストア。 またはそれを省略したデパートの故障も一般的に用いられる校舎は正英語であり英語圏では使われない通例都市の中心市街地に複数のフロアを持つ店舗を構える世界的には19世紀に初めて登場した業態である一般にはその店舗自体を指すが運営企業を指す場合にも用いられる語である英語のフランス語のドイツ語の またはがこれに相当する。世界初の百貨店は一般に1852年のパリに織物類を扱う店舗から発展したボンマルシェ百貨店だと考えられているが百貨店をどう定義するかによって様々な遺説がある。19世紀中頃の欧米において百貨店が出現した原因は18世紀のイギリスに起こって西ヨーロッパ諸国に波及した。 産業革命にあると考えられる。産業革命によって市場主義が発達し、商品が市中に大量に流通するようになると様々な専門店が樹立した。百貨店はそれらを一括に扱うという概念のもとに、生まれ大きな建築物に様々な種類の商品を陳列し、営業を開始した。エミール・ゾラはボンマルシェを調査し、 1883年に表した祝助の楽しみで消費に目覚めた中産階級が百貨店で起こす様々なエピソードを発射した。19世紀後半には百貨店と折湯症を関連付ける医学書見がいくつも公表されており、百貨店は手の届く場所に魅力的な商品を並べ方向感覚を失わせるように設計されており、女性の理性を麻痺させるように作られていると、 指摘している。ゾラの小説にも買い物依存症や窃盗症に転落していく婦人たちが描かれている。その後、19世紀後半のヨーロッパでは、例えば1885年にパリに誕生したプランタンのように最初から百貨店として開店する店舗も現れ、新しい小売業態としての百貨店経営が定着していった。当初は百貨店は高級志向であり、 様々な高級品を中心に質と種類を求め、陳列した。これは産業革命により成功した資本家などをはじめとする富裕層を顧客としていることが可能となり、百貨店は店舗を増加させ発達していった。アメリカにおいても19世紀後半、伝統的な織物店のうち比較的規模の大きい小売商から百貨店に転身するニューヨークのメイシーズなどが出現した。 百貨店の主な成長要因は、都市部への人口集中、中間所得層の成長、大量生産体制の進展に伴う大量、流通制度の確立などの経済的、社会的変化のほか、こうした変化に対応するために考案された低価制度の導入、返品制度や払い戻し制度などを指摘できる。しかし、第二次世界大戦が終わると、世界的に、 経済格差を是正する動きが高まり、旧暇の勢力が衰える傾向によって、富裕層が減少し、かつての方式にとらわれていた、百貨店は一時的に衰退することとなる。さらに、チェーンストアやスーパーマーケット、インターネットショッピングといった、新しい小売業態の出現に伴う、競争の激化は、百貨店にさらなる追い打ちをかけた。これに伴い、近年では、 激しい競争に生き残るために独立百貨店の合併、業務提携が進んでいる。店舗は数階建ての大型の建造物を用いる形が一般的で7階建て前後が主流である。各階ごとに商品のジャンルをまとめ、専門の販売員を配属し、販売を行う。地下があるものもあり、地下は大抵、駐車場や食品専門店街。 デパ地下があることが多い。なお実演販売も百貨店で行われている場合が多い。だが最近では大型ショッピングセンターや大型店舗が増えたためデパートとスーパーの境界が曖昧になっている。イギリスの代表的な百貨店にはハロッツ、セルフリッチズ、ハーベー・ニコルズ、ジョン・ルイス、リバティ、フォートナムメイソン、ハウス・オブ・フレイザー、デベナムズ、 ピーター・ジョーンズが挙げられる。また、マークススペンサーは、英国最大の医療小売り店であるが、英国の百貨店の定義に当てはまらないため、厳密には、百貨店に含まれない。イングランドのミッドランド東部、ダービージャーのダービーにある、1734年創業の、ベネッツ・オブ・アイアン・ゲート、ベネット、SOV ロンガテが記録に残る中では、イギリス最古、さらには、 世界最古の起源を持つ可能性のある百貨店であるとされる。21世紀に入った今日まで創業当時と同じ店舗で営業を続けている。マンチェスターに位置する旧ケンダルミルムフォークナーもイギリスで最も古くに創業した百貨店であることを主張している。2005年には親会社であるハウス・オブ・フレイザーに改名された。 マンチェスターで開業したのは1836年にまで、遡るが、それ以前の1796年以来、バッツバザール、バッツバザーの名で営業していたとされる。最盛期にはの通りの両側にケンドルズアーケード、ケンガルズアーケードと呼ばれる地下道により接続された店舗を所有し、アール・ヌーボー様式のフードホールを営業していた。特に、 低価格で高品質さと上品さを提供することを重視したことで知られ、1919年にハロッツに買収されたこともあり、ザ・ハロッツ・オブ・ザ・ノース、北のハロッツの異名を取った。その他、マンチェスターには、ポールデンズ、パルデン、S ・エス、ゲン、デヴェナムズやルイス、ルイス、S ・エス、ゲン、プリマークなどの百貨店がある。ロンドンを拠点とするハロッツは1834年に、 創業の期限を持ち、1849年に、現在地のブロンプトンロードに土地を取得して移転し、1894年から1905年にかけて、今日に至る店舗の建設が実行された。1900年までにはリバプールは、ロンドンとグラスゴーに次いでイギリス第三のショッピングの中心地だった、バニーズ、ヘンダーソンズ、ジョン・ルイース及び T.J. ヒューズなど、 多くの百貨店が市内に店を構えていた。の欧州第一号店もリバプールにあった。フランスの主要百貨店はギャラリーラファイエットとプランタウンがあり、いずれも本店はパリ旧区、オスマン大通りに位置する。フランス最古、また世界最古の百貨店であるボンマルシェ百貨店もパリにある。アメリカでは例えばメイシーズ、ロードテイラー、シアーズ、J、 シーペニーなどが百貨店と考えられる。その一方で、ターゲット、ケーマート、ウォルマートなどはディスカウントストアとみなされている。また、会員制の大型ディスカウントショップでは年会費が発生し、コストコ、BJ's ホールセールクラブ、サムズクラブがこれにあたる。日本の百貨店の歴史は20世紀初頭にまで遡る。1904年。 明治37年に合名会社三井五福店により新たに設立された株式会社三越五福店が顧客や取引先に三井三越の連名で挨拶状を発送し三越五福店が三井五福店の営業をすべて引き継いだことを案内するとともに今後の方針として今後一層その種類を増加し 中略米国に行われるデパートメントストアの一部を実現いたすべくと述べた。これは後にデパートメントストア宣言と呼ばれるようになり、こうして創業した三越百貨店を日本における百貨店の始まりとするのが一般的である。一方で、1920年、大正9年には白木屋が阪神急行電鉄、現阪急電鉄梅田駅構内の急、 阪急ビルディング5階建ての1階に出張売店として出店しターミナルデパートの先駆けとなった。1925年大正14年に白木屋との賃貸契約満了を迎えたために店舗が閉鎖されると後継として阪急電鉄直営の阪急マーケットが同年6月に開業した。後の1929年昭和4年4月に 改めて阪急百貨店として創業し、世界初となる鉄道会社直営のターミナルデパートが誕生した。上実の例にもあるように、日本の百貨店の多くは、五福店あるいは、鉄道会社、私鉄を起源としており、ほとんどの百貨店は、五福系と電鉄系に分類することができる。代表的な五福系百貨店には大丸、高島屋、祖号、松坂屋、丸井舞、 電鉄系百貨店の代表例には東急百貨店、近鉄百貨店、ともに五福系でもある名鉄百貨店が挙げられる。2013年、平成25年現在、日本の大手百貨店を運営する小売企業は J、フロントリテイリング、大丸、松坂屋、H2O リテイリング、阪急百貨店、阪神百貨店、セブンアイホールディングス、 総合、西武百貨店、高島屋、三越伊勢丹ホールディングス、伊勢丹、三越の5つであり、いずれも全国規模で百貨店を運営しているほか、海外に支店を持つグループもある。このほか、地方を拠点として店舗を展開する百貨店が各地に数多く存在しており、日本百貨店協会に加盟している。 百貨店は2012年4月現在で243店舗を数える。2000年代後半には大手百貨店を巻き込んだ経営統合により日本の百貨店業界は大きく再編された。日本では経済産業省が実施する商業統計調査の基準によれば百貨店は衣、食、銃の商品群の販売額が いずれも10%以上70%未満の範囲内にあると同時に、従業者が常時50人以上おり、かつ売り場面積の50%以上において対面販売を行う業態としており、品揃えは百貨店と同定義であるが、対面販売の比率が50%以下であると定義された総合料店、総合スーパーと区別がなされている。なお、 同統計調査では、専門店を衣食獣のどれか一つが売上げの90%以上を占めるものと定義しており、この定義に当てはまる場合は、店の規模や販売方式によらず、専門店として取り扱われている。さらに、売り場面積3000メートル以上、東京特別区及び政令指定都市は6000メートル以上の大型百貨店と3000メートル未満、 同6000メートル未満のその他の百貨店に再区分することもある。また、商品取引の伝票処理においては、百貨店とスーパーマーケットとの間に明確な違いが存在し、百貨店では百貨店共通伝票を使用し、スーパーマーケットではチェーンストア統一伝票を使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。